という歴史がある。なので今はほとんどの国が資本主義なんだ。なるほど、そんな歴史があったのか。先生、じゃあ僕たちはこの資本主義社会をどう生きていけばいいんですか？労働者だとお金持ちになれないし、社会主義になったら国は崩壊するし。そうだな、ベーシックインカムもまだ数十年は期待できない。だからもしお金持ちになりたければ自分の商品を持つしかない。商品を持つか。そう、一番最初に言ったな、資本主義の世の中では全て商品であると。はい。商品を持てば自分が時間を使って稼がなくてもよくなる。家賃収入が30万円入ってきたら働かなくてもいいのと同じだ。なぜなら商品が自分の代わりに働いてくれるからだ。はい。でもそんなこと今から僕たちにできるんですか？この本が出た時代は無理だった。しかし今はなれる。その鍵が動画やブログ、SNS だ。そんなものが？今の世の中、8歳で年収28億円を稼ぐ YouTuber だっている。いい商品を作ったら、それを SNS で告知することもできる。昔は個人が作った商品なんて誰にも告知できなかった。しかも今は、もし失敗しても生活保護がある。世の中はだいぶ良くなってきている。大変だけど、頑張って自分の商品を作ることを考えるんだ。これが最後に伝えたかったこと5つ目。あなたの商品を持つしかないだ。さあ、ここまで聞いて悲しい気持ちになったかもしれない。でもみんなを悲しませるためにこの資本論を解説したわけじゃない。みんなにこの資本主義社会という現実をうまく乗り切ってほしくて話をしたんだ。君の商品は何だろう？その商品を持っていれば君はもうしたくない仕事に時間を使わなくてよくなる。これが資本主義社会のリアルだ。それでは今日の授業は終わりだ。分かったことや気づいたことはレポートとしてコメントを提出するように。先生、ありがとうございました。